はい、こんにちは、瀬戸です。今日ですね、紹介するお菓子はこれです。知ってますか？ソイカラっていうですね、お菓子です。 K-POP アイドルのですね、あのカラ、ね、僕も大好きです。カラが CM でね、宣伝してるお菓子です。 CM を見たことある人なら知ってるかもしれませんが、なんかね、あのニコルが激太りしてる CM とですね、あと腰につけてカラカラ振ってるっていう、なんか2パターン、あと他にもあるのか知らないけど、それを僕は YouTube で見ました。どんなお菓子なのか。これは大豆約50粒分のタンパク質、大豆イソフラボン、食物繊維が取れます。ちょっと栄養があるよ的な部分と、油で揚げていないので一袋全部食べても123キロカロリー、スナック感覚の全く新しい大豆です。栄養があって全部食べてもそんなに太らないよと、でカラカラになるよっていうね、なんかこういうスナック菓子です。これですね、近所のパパスというドラッグストアで買ったんですけど、なんか次回入荷見て売り切れ続出とかですね、書いてあって、なんかすごい人気あるみたいな感じで書いてありました。本当かどうかは分かりません。ではとりあえず開けてみましょう。わー、チーズの匂いがね、ほわんと。これチーズ味ですから、チーズの匂いがします。中はですね、こんな感じでございます。こういう感じですね、こういう風になっております。はい、では食べてみましょう。食べる前にこれ、はい、こういう感じです。でこれ振るとカラカラなると CM でやってましたね。振ってみましょうか。カラカラなりますね。聞こえますかね。でちょっとこれをかじってみましょうか。中に何が入ってるか見たいもんね。はい、いきます。ででででで、何これ、種みたいなものが入ってますね。こういうものです。うん、なんかね、なんて言うんだろうな、なんかね、薄味、薄いです、味が。おっとっと、知ってますかね。おっとっと、あの中が空洞のあのお菓子です。あのおっとっとをすごい味薄くして、中に卵2つ卵2つ入れた感じですね。でカラカラになると。でやっぱりチーズ味だから、あの全体的にチーズの味がします。ニコルって可愛いよね。うん、ついつい手に取ってしまう、癖になる感じはありますね。なるほど。はい、ということでですね、このソイカラ、チーズ味、2億3000カピバラです。2億3000カピバラです。というわけで以上、大塚製薬株式会社のソイカラチーズ味でした。さよなら。